ツェルニ第10番和音で考えてゆっくり弾けば弾けるようになります。コードネームや和音で考えてゆったりとフレーズを歌いながら弾いてみてください。ツェルニ第10番しました。和音やコードネームで考えて臨時記号の多い曲、下線の多い曲も少しずつゆっくりと読む習慣を身につけましょう。ピアノ上達には小さな積み重ね、反復練習も時には大切になってきます。難しい時は和音やコードネームで考えて書くことが一番です。読譜に初見力を身につけることで表現豊かに弾くことができます。今日もとっても楽しいレッスンでした。でね、この中で一番練習熱心でおちゃめで楽しい先生ってだってと尋ねると、先生とちゃんと言ってくれました。褒められると誰もがまた頑張ろうと思います。それではまた。